ざっと外装説明でございます。パールの色綺麗ですね。塗装の状態は非常にいいと思います。年式が新しいというのも一番のポイントですかね。はい、タイミングチェーンになってるエンジンですね。アイドル交換不要で VTEC エンジンしっかり走ってくれます。不安要素はないですね。さすが18年式という感じでございます。バッテリーも22年の11月7万3000キロつけてるということで、まあ、2万キロ走ってますけどね、まだまだ大事だと思います。はい、モビリオスパイク AU 書いてありますね、こちらの方に。はい、で外装見ていきます。左前のバンパーのところに擦り傷がありますが、コンパウンドで消したような感じなのであまり目立たないかと思います。ほとんどわからないですね。これにも少しありますけど、これは取れますね。これは単なる汚れでした。でこの左前のバンパーの擦り傷がちょっとあります。ここもタッチペンで補修すればあまり目立たないレベルかと思います。タイヤの山も十分ありますね。5分山以上ですかね。ちょっとありますね。ファルケン185-6514標準サイズですかね。この辺もバッチリでございます。で下の方ステップがちょっと擦り傷がここら辺あるんですけど、ここら辺ですね、へこみですね。もともとこのような状態だからの乗り出しだったんだみたいで、モナー様の方がですね。はい、まあ、ステップここはですね、交換とかっていうのはちょっと板金の技術がいる部署になっちゃいますので、ちょっとやろうとすればお値段かかっちゃいますね。はい、でドアの下のところにも傷があります。このような感じですね。はい、ドアの方見てみます。後ろの方もまあ綺麗ですね。はい、9万キロ台でこの使用感であればもう十分いいんじゃないかというレベルでございます。で、書類関係いろいろありますね。リサイクル券が11,600円、こちらも込みでございます。で記録簿の方ですね。記録簿の方はありましたら後で写真を撮っておきます。説明書関係とかですね、こちら専用のケースがいい感じでおしゃれでございますね。説明書ですね、こちらが。あとオーディオの使い方の説明書みたいですね、こちらもあります。はい、まあ、ちょっと薄く汚れとかこのぐらいはありますけどね、まあ、全然綺麗なレベルだと思っていいと思います。はい、ビデオインプット、ビデオ端子と携帯の端子もあるんですね。このような5年式ならではの最先端の技術も入っております。リアもスピーカーついてますね。はい、こちらも収納ですね。本当におしゃれですよね。こういう細かい一つ一つが人気の理由でもあるんだと思いますね。はい、ちょっと荷物乗っちゃってますのでこのぐらいで失礼いたします。はい、1台ですので、こちらもちょっとここに傷がありますね。はい、ドアのこの辺りもちょっと傷、ちょっとだけぶつけ、ちょっとだけあれですね、ドアの隙間がこちらの中側に入ってるぐらいですけど気にならないと思います。あとは爪の傷ぐらいですね、開ける時のですね。キーレスないんですかね。キーレスがあればと思いましたが、はい、ということで、このような感じでインターナビついてますので、ぜひご検討いただければと思います。ありがとうございました。目白自動車小野でございました。